生も十分やってきましたから、もう一度の人生をこれどう生き残ると、そういう生き方を分けてくださいしたいと、もう自分のことを早く終わらせてそういう生き方をしたいと思ってましたから、それを65、6ぐらいでもうそうなりましたから、まあ、そういう意味では今まさにそうですよね、まあ、世界中で役に立ちたいということで、まあ、いるわけですけど、人の役に立ちたいってじゃあどういうことなのかってありますよね、人が苦しんでる悩んでる、それに対して手を助ける、それは本当に人のためかと、私はそういう問題テーマがずっと来るんですけど、せっかくのチャンスですよね、せっかくのチャンスを取り上げるわけにいかないですよね。自分がそうだったら絶対に余計なことしてほしくないですよね。どんな状態でも手を出すなんて、最後まで自分でやり抜いて、たとえ足がダメなんだとしても自分はそれでも納得できる、私はそういう考えですから、そういう考えですから手出せない、基本的に手出せないっていう考えですよね、まあ、そういう人間が人のためと考えたときに、まあ、若い時からそうですけど、いかに相手にそういう人生をつかむということによってハードルを用意できるかと、私はそっちの方です。こいつにどんなハードルを用意できるのかと、そういうハードルを越せば絶対成長するわけですから、いつもそういう考えですよね。どんなハードルが自分が用意できるのか、だから親に対しても兄弟に対しても子供に対してもそうですよね。こう普通にやれば楽に行こうとするわけですから、だからそういう楽に行こうとする人間と足引っ掛けたいですよね。足引っ掛けてここ倒れるのを見て、大体踏みつける方ですよね。私はそのタイプね。それで起き上がってくる、来れるかどうか、起き上がってこなければあんたそれまで、私はそう言われなかった、で、這い上がってきた、私はそういう人生だから、といって人にやりたいわけじゃないけど、そういう考え方を持ってる人間ですから、どうしても世の中では優しく親切にということの結果、日本は絶対成長してないし、優しい国でも何でもないですよね。こう裏のある世界、社会ですよね。そんな社会、本当がないという中で、何が本当なの、本当かと言ったら、相手側が本当の自分の気持ちを表に出して、自分はこんな風に生きたい、あるいはこんな風に生きなきゃいけないんだ、こんな風に生きなきゃいけないんだという、それを掴まなきゃいけないのに、それを掴まないで楽に生きるということをしている人間に優しく親切にすれば、お前もう死ねよっていう意味ですよね。ただ生きてて食って出していくだけの時間を過ごしているだけ、それは違うんだろうと、とにかくいろんなことにぶつかって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 怪我して、あんなひどい目に遭いながらも、自分が生きてきた何十年、この時間、この時代に自分は生きたという証明ですよね。で、生きることが生きてきたことじゃないかと、楽に生きてきて作って出して、そして一生だけ無駄と一緒ですよね。私はそう考えている、そう考えて生きてきて、いまだにそうですけど、人の役に立つことをしたい。